小人図鑑第34弾です。ありがとうございます。無理無理無理ネズミ、リス、ヘビいる可能性非常に高いんですよ。なんだこれ、なんで虫すんの、虫だけにっつって何あれ、どうも花子です。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。ということで今回の企画なんですけども、やってまいりました、小人図鑑第34弾です。ありがとうございます。危な、今回捕まえていく小人、森行き地引き、これ捕まえていきたいと思います。ちょっとこの辺に写真出しときます。ドカン、森行き地引き、体長15から18センチ、デカめですね。ちょっとね、倒木や切り株、朽ち果てた木などの上でただじっとして動きません。かなり長い年月を同じ場所で佇んでいると考えられていますが、あまりに周囲の環境に溶け込んでいるためめったに会うことはできません。ということでね、見てもらった通り、めちゃめちゃ木に似てるんですよ。もうほんと木と区別がつかない見た目で、しかも何年も同じ場所にずっといるんですよ。何を食べてるのかもちょっと不明なんですけど、まあとにかくずっと同じ場所にいて、めちゃめちゃ見つけるのが難しい小人でございます。そしてちょっと見てください、この周り。無理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 、めちゃめちゃ森なんですよ。もうここ崖みたいな森だし、こっち行ってももうすぐそこ崖みたいな森、後ろも前も森ということで、森の中に来ました。やっぱり今回公園とかだとさすがにいないんじゃないかということで、ちょっと慎重に探していきましょう。早速さあ行くぞ。あ、いい土だここ。これアンモナイト。アンモナイトってことはこの森かなり昔から、何十年何百万年前からあるアンモナイト、あったでしょ。だからモリイキチビキもずっと何万年も前から同じ場所にいる可能性あるね。本当に酸素が薄くなってきてます。呼吸しづらいというか、高山病になる可能性もあるんじゃないかな。白目白、びっくりした、スズメバチの音かと思ったらバイクの音。うわーすごい、これ階段じゃないですかね、これ全部木の根、木の根がブワーって怪しい。ここの穴、こういう木の根の穴にネズミ、リス、ヘビ、まあ小動物とかいる可能性非常に高いんですよ。しかもここの中の土だけなんか茶色い色、あ、これこれ写して、くるみ2つ、これリスかネズミが食べた跡じゃないかめちゃめちゃ柔らかい土が、なんだこれ、採取できました。これはこれコンソメの粉末ですね。うわ、コンソメだこれ。コンソメの粉末ちょっと持ち帰りますか、せっかくなんで。これは何、これ、なんかほっ、見たことない虫とかがいるくらい森の中だ。これ本当にここ行けるんですかっていう、大丈夫、とんでもねえ道がない。うわ怖いカモン、僕じゃなかったら死んでるね。で、こういう地面の下とかにスズメバチの巣があることもあるんですよ。そこ間違えて踏んじゃったりしたら終わり。やっぱでも小人見つけるなら僕はそれぐらいの覚悟を持って、遊びじゃねえんだよ。こっから先行くのダリーって思ってるやついる？こっから先行くのひよってるやついる？いねえよな。無理かも。いやー、ということでなんとか無事帰ってこれましたけど、見てくださいよこれ。
皆さん絶対真似しないように。ちょっと待って、ここはどこ？虫、虫がいる。見て、虫さんに聞いてみよう。この虫さんに聞いてみる。ここはどこ？なんで虫すんの？虫だけにっつって。待って、本当にわかんない。あれ、俺今どっから出てきたっけ？こっちだよね。こっちから出てきたよね。あれどっから来たっけ俺？秋とか冬だったらこういう笹がないから周り見えやすいし迷わなかったんだけど、草だらけでちょっと。しかも天気良かったら太陽の方向でわかったんだけど、あいにくの曇り。どうする？時間ないぞ。こっちかな。こっちのような気がする。やばい、本当に帰れなくなったらどうする。うわ、北海道の森の中ってヒグマもいるんで、ちょっとこの映像、もしこの携帯拾ってこの映像見てる人いたら、僕今遭難してます。もし今見てる方がいましたら、北海道ハダルコ遭難届お願いします。ちょっと携帯で遭難届。県外。うわ、終わった。うわ、マジで終わったぞ。県外だ。ここ電波もねえ、電波もねえ、ラジオもねえ。どうする、どうする。どうする？こっち！ちょっと待って、なんかある。怖い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 。これミサンガ。これミサンガじゃない？誰の？怖いね。ミサンガじゃない。これよく見て、よく見て。これビニールテープをくるくるいろんな色やったやつ。ちょっと誰のかわかんないし、みかん坂ちょっと同じ場所に戻しておこう。この辺か。ここに戻してあげました、しっかり。いや、大丈夫かこれ。なんかもうマジで道とかなくなってきたけど、こんな場所来るとき通ってないよね。うわー、やばいやばいやばい。何あれ。ちょっと待って。切り株か、あれ。ちょっと映して。切り株、でっかい切り株の上にちっちゃい切り株みたいなのない？ちょっと行ってみよう。来て。これ森行き地引きだよね。顔あるもんだって。うわ、やばいやばい、見つけちゃった。完全変わります、これ森行き地引き。待って、ちょっと待って。こっち刺してない？左手で、こっちの手で。あ、ちょっと待って、森行き地引きの生態。そういえばまだあれに続きあったはず。あまりに周囲の環境に溶け込んでいるため、めったに会うことはできません。まだ読んだんですけど、続きがありました。森で道に迷った時、この小人に出会えれば帰り道を教えてくれると言われています。ちょっと待って、ガチ？こっちや。帰る道ってこっち？渋い顔してる。ちょっと微笑んだね。うわ、渋い顔してたのに、こうやってたのに、こうなった。うわ、そういうことだ。ちょっと待って。行こう、こっち。ありがとうございます、本当に。多分これ、何十年、何百年前からずっとこの場所にいたんですよ、この森行き地引き。そして、こうやって僕みたいに森で迷った人たちの帰り道を誘導してくれてんだ。ここでずっと。うわ、これ捕獲するわけにはいかないね。さすがに。こっち、指さそうだから、こっちをまっすぐとりあえず行ってみよう。こっちだね、こっち。本当に合ってる？これまっすぐ来てみたけど、本当に合ってんの？来た。うわ、もうわかるわ。ここ、これ見て。さっきみたいに木の根のなんかすごい道じゃなくて、ちゃんとした階段。ここ、こっちだよ。ここまっすぐ行ったら帰れる。はい、ということで、僕たちが今最初登山する前の最初の場所に戻ってくることが
できました、なんとか。うわー、よかった。いや、今回森行き地引きを探そうっていう体で森に入っちゃったんですけど、最終的に森行き地引きに出会えて、しかも森行き地引きに助けられるっていう、この展開誰が予想していたでしょう。はい、ということで小人図鑑第34弾いかがだったでしょうか。まあ今回はね、もちろん捕獲せずにまたあの場所で森に迷った人たちを誘導してくれてるんじゃないかと思います、これから先何十年何百年も。ということで、ご視聴ありがとうございました。今までの小人図鑑シリーズも概要欄、下の説明欄の方に貼っておきますので、そちらからご覧ください。ということで、またこれからも小人図鑑シリーズやっていきますので、チャンネル登録高評価してお待ちください。